こんにちは、朝日新宮整骨院の佐藤内です。今日はですね、少しでも簡単に小顔に見せる方法を紹介したいと思います。もうクリスマスも直前で、やっぱりこう大事なイベントがあったりとか、人と会ったりとかっていうことがこれから結構多くなってくると思うんですけど、やっぱり相手に少しでもよく見られたいとか、ちょっとでもいいように見られたいんで、みんな顔を小さくしたいっていう思いはあると思うんですよね。でももうクリスマスとかそういう行事ごとも近くて、あんまりこう顔のこう筋トレをしたりとかマッサージをして効果を出す時間もないっていう時の方法なんですけど、小顔の一番の敵はむくみなんですね。でむくみを作らないためにはどうすればいいかっていうと、まず一つ目っていうのがお酒の飲む量を控えるっていうこと。2つ目は、寝るときにうつ伏せで寝ると顔に水分が固まってしまってむくんでしまうので、うつ伏せに寝るのはそのときだけやめておく。で、3つ目が寝る前に水分を取らないということですね。寝る前に水分を取るとまたその水分が顔の方に上がっていってしまうって、で、起きると顔がパンパンにむくんでしまっているということがあります。で、またこうもし起きたときに顔がもうむくんでしまうってなった、こういう時はどうすればいいかっていうと、蒸しタオルですね。よく出てくる蒸しタオルなんですけど、蒸しタオルを特にこうおでことほっぺた、あと結構関係があるのは首にも関係があるんで、結構こう広い範囲で蒸しタオルをしてあげることでむくんでいる水分がさっと流れやすくなるんで、この方法を試してください。では皆さん、また再来週お会いしましょう。さよなら。